作って食べながらオリンピックを観戦し、日本の選手団の皆さんを応援しましょう。ツナのリエット作っていきたいと思います。これさえあればですね、オリンピック見ながらずっとバクバク食べ続けられるはずです。今日はさらにちょっとリッチにするためにクリームチーズ入れます。リエットが難しいと思ってるんだよね。簡単だから。うん、美味しいですね。すごい複雑な味になります。玉ねぎの甘みで、お酢も入ってるから酸味もあって、非常に優雅な気分でございます。皆さん、ついに2024年パリオリンピックが開催されます。今日はですね、そのオリンピックを見ながら食べられる美味しいおつまみをご紹介したいと思います。ツナのリエット、量も結構できるので、そうですね、3日にわたって楽しめるんじゃないでしょうか。しかも簡単。まず材料ですね、ツナ缶2缶、玉ねぎ、ニンニク、生クリーム、お酢、塩、黒胡椒、あとクリームチーズですね。これさえあればですね、オリンピック見ながらずっとバクバク食べ続けられるはずです。まずこの油ありますね、これ全部入れるとちょっと多いので少し抜きます。抜いたら鍋の中に入れる。じゃあ続いて野菜切っていきます。玉ねぎ少々、みじん切りですね。切れたら玉ねぎもツナ缶と一緒にフライパンの中で、ニンニクもみじん切りします。ニンニクもみじん切りできたら同じくフライパンの中、全部最初から入れちゃっていいですね。火つけます。もう終わったようなもんです。これリエットとか難しいと思ってるみんなね。簡単だから。で、油はツナ缶の油残ってるので引かなくても十分ですね。ツナ缶の油多分全部入れちゃうと、煮詰めていく過程で生クリームの分量スピードがちょっと速くなると思いますね。要注意。ジューッといって、ちょっとざっと混ぜ合わせたら生クリーム入れていきます。これで詰めていきます。ツナってね、旨味強いですからね、旨味出しつつ濃縮していく。結構ね、しかもこれ日持ちするんですね。1週間大丈夫で、鍋肌にこうやって触れた生クリーム焦げやすいので、ちょっとこうやってこそいでいくといいと思います。クラさんとのオリンピックの強い思いとか。いや、もうね、抜群でカール・ルイスですね。 あとなんだろう、山下選手かな、柔道怪我してダドに勝って大泣きしたよね。あれはね、ちょっと響いたね。こんな感じかな、もたもたって感じ。もたもたもた、さっきよりも全然重いですよね。この状態からお塩、ちょっと多いと思うんですけど、あの全然問題ないので、この量ちゃんとしっかり入れてください。で、胡椒で溶かしながら火止めます。お塩しっかり溶かしたら最後にお酢、ただここから冷ましていきます。一回冷ましてから最後ミキサーにかけるんですけど、別の容器に移し替えて、この状態で室温に戻してから冷蔵庫で冷まします。では常温に冷ましてからラップをして、冷蔵庫で冷やしたものですね、まあ、こちらになります。こういう状態です。固まってますね、動かないですよね。しっかり重いんですよ、こうやって。この状態まで持っていくことが重要ですね。正直ですね、この状態でも食べれます。結構美味しいです。しかも今日はさらにちょっとリッチにするためにクリームチーズ入れます。で、さらにですね、今日はこういうミキサー使うんですね、ミキサーかけるとすごくキメが細かくなります。でもこれない方もね、多分いらっしゃると思うんで、ない場合はこのまましっかりとクリームチーズ混ぜ合わせて同じように食べれます。ただキメはちょっと細かくない。で、移していきます。
例えばこの中にケッパーとかピクルスとか、それもあの一緒にミキサーかけるかけないによってもちょっと表情変わるし、結構ねいろいろ楽しめますよ。でお肉でもできるし、塩サバとかでもできるし、鮭でもできる。じゃあミキサーかけていきます。いきます。わかりますよね、さっきとちょっと違う感じ。さっきよりもこう伸びがいいというか、ね、で玉ねぎとニンニクの固形感はここなくなるからもう味として入ってるって感じですかね。そしたら容器に移していきます。まあ、なんかこういうちょっと深みのある入れ物にぺったりとこう盛り付けるといいんじゃないですかね。でちょっとずつ減っていく。これ僕ね結構お客さん来た時作りますね。簡単だしずっと食べてられるから、こんな感じ。ただあとはお好みですが、例えば焼いたバゲット、例えばクラッカーで、野菜もいいよで、好きなものでスクープして食べるね、感じですかね。これ飽きないね。だって何でもいいんだもん。トーストに塗っても美味しい。今日はオリンピックを観戦している気分でちょっとシャンパンなど添えてですねいただきたいと思います。バケットにリエット塗って、こんな感じでしょうか。うん、美味しいですね。うん、すごい複雑な味になります。ミキサーかけてるからっていうのもあるんでしょうけど、玉ねぎの甘みで、やっぱり塩分であれだけ入れてちょうどいいですね。でお酢も入ってるから酸味もあって、うん、非常に優雅な気分でございます。皆さんもね、これ作って食べながらオリンピックを観戦し、日本の選手団の皆さんを応援しましょう。頑張れ日本。